トワイライト Q は日本の短編アニメーション集である。バンダイネットワークフロンティア事業部より OVA として発売された。シリーズ全6話で構成される予定であったオムニバスの物語。アメリカのテレビドラマシリーズトワイライトゾーンアウターリミッツや日本の特撮テレビドラマウルトラ Q の路線を狙った構成であった。1話目は魔法の天使 クリーミーマミからのつながりで、脚本家の伊藤和則とキャラクターデザイナーの高田、明美がアニメ監督の持月ともみつと組んで、時間テーマの正当派の娯楽 SF アニメ、字の結び目リフレクションをリリースした。2話目は、原案からタッチした惜しいが、わけがわからない作品を作ると、風評が立った、OVA、天使の卵や、実写映画、赤いメガネ、 ザレット・スペクタクルズといった流れの作家性を強く発揮された作品、迷宮物件ファイル538をリリースしている。結局、全6話予定だった。このシリーズは、全2話で制作が終了する結果となった。だが、2話目で試みられたような、抽象的な映像と、難解な、長ゼリフによる独白で構成される内容、実際の風景写真を取り込んだ。 独特の映像手法、テーマなどは、後年の劇場版、機動警察パトレイバーにて結実する。1987年2月28日に発売された。監督は、も月智光アニメ制作は、アジア堂。30分。女子高生の真由美は、ある島でダイビングの最中に、海底でカメラを拾う。中のフィルムを現像すると、 知らない男性と腕を組んで笑う自分の姿が映っていた。カメラの出所を調べてもらうが、カメラはまだ発売されていないもので、まゆみたちの前で、突然と消えてしまう。気になったまゆみは、再びその島を訪れるが、その彼女の姿も消えてしまう。1987年8月28日に発売された。脚本、監督は、押井守、アニメ制作は、 スタジオディーン。30分。本作の特徴に実写の写真を加工して背景を制作している。小黒雄一郎は、おしい守るのテイストを楽しむという意味では、これがベスト作品と語っている。探偵がある親子の調査を依頼されるところから物語は始まる。その夏、首都上空では原因不明の旅客機失踪事件が相次いでいた。 探偵はその親子の調査を続けていくうちに、自分も次第に奇妙な物語の中の一部に組み込まれていってしまう。アニメ様365日第417回、迷宮物件ファイル538、2021年2月19日閲覧。ありがとうございます。